い、どうも、亮平です。お願いします。はい、はい、本日は、翔平さんのグローブ持ってきてるだけ紹介していきまーす。ということでね、過去にも紹介してるグローブだらけなんですけども、まあそろそろ年末ということで、今年増えたグローブだったり、昔から、あるグローブだったりっていうのを一回ちょっと総合おさらいじゃないですけどしていこうかなと思います。はい、じゃあ、前からあるグローブから紹介していこうと思います。はい、こちら Z のオーダーグローブでーす。はい、こちらはね、もうずっと、去年、一昨年ぐらいだったっけな、去年かな、ぐらいに、翔平さんが使ってた、グローブで、今でもね、ピッチャーやるときなんかはこのグローブを使っています。こちらは糸新さん、から、いただいたプレゼントということで、めっちゃ使えない可能性もありますが、すっごいかっこいいグローブとなっています。で、まだ硬いですね。さすが Z、プロステータスといったところで、プロステータスの革って硬いので、そういったところは、まあ、すごいやっぱり品質長持ちそうだなっていうような、グローブとなっています。色落ちが、激しいので、少しまた、今年の年明けの動画みたいに磨いていこうかなと思います。あれですね、以前から使っているハイゴールドのファーストミットとなります。こちらはでも柔らかいな、青系統で。もうだいぶ柔らかくなっていて、僕もこれラガーズの時にファースト守ったりする時に1回2回ぐらい貸していただいたんですけれども、すごい取りやすいなって、奥で深くしっかりと掴むザ・ファーストミットな型をしているので、まあ、一度挟んだら、出ていかないような、ファーストミットとなっています。いや、青かっこいいです。はい、でこれがワールドペガサスの、グランドデビルというグローブで、多分内野手用の中でもちょっと、まあ、標準的な内野手用か、型としては翔平さんのハイゴールドにすごい似てるなっていう、型をしています。でグランドデビル確か少し安めなのかな、ワッペンの中だと、なので野球始める方なんかはすごい手が出しやすいっていうような、グローブとなっています。これもね、中学生も使えるカラーで、黒に、タンの紐ということで、カチッとした、カラーリングのグローブで、でもちょっと浅めかな、深いところにポケットもあるけど中指薬指につくような、感じをしているので、ちょっとはもしかしたら浅めかもしれないですっていうような、グローブです。はい、そしてこちらアディダスのオールラウンドのグローブです。これもね、もうグリス入れた方がいいですね、これは。モントさんとかで行ってグリス入れるか、まあ僕もちょっとグリス入れられるっちゃ入れられるんですけど、本体がないので、まあそこもちょっともし入れて復活させてみたみたいなのも面白いかなっていったようなグローブです。で柄はもうすごい、これかっこいいですよね。金なのかな、これは。一応金というか黄色というかにレッド、ラメレッドで、もうデザイン性は申し分ないです。あとは型を直せるかってだけですね。はい、はい、そしてこれは僕が加入した時に翔平さんに渡したハイゴールドの内野手用のグローブで、源田モデルに激似なグローブとなっています。こちらもね、結構僕が湯もみして、この辺がちょっと柔らかいんですよね。なので僕はちょっとあんまり打球負けする感じがするなと思ったんですけど、全然使えるグローブではあるので、翔平さんどうですかってことでお渡しさせていただきました。まあ、これもたまにパセンとかで使ってもらっているので、肩も変わんないですね、全然僕が片付けした方と。はい、ちょっとこうやってひねるような型をしているので、まあ、ひねり取りって言ってもちょっとやっぱ浅くしてるので、ひねり取りでもしっかりと取れるし球出しはいいよっていうような、グローブの片付けをしています。はい、じゃあここからは、まあ、今年から使っているグローブのおさらいになります。はい、これもね、オーダーグローブ、ミズノグローバルエリートのオーダーグローブで、糸原選手型の、グローブになっています。そうですね、これ最近使ってるとこ見ないんで、なんでだろうなってちょっとはめさせてもらいます。ちょっとまあ今はまだ親指語りが硬いかなって、で意外とガッチリしてる、グローバルエリートとはいえ意外とガッチリしてるので、まあでも最初初期よりかも全然柔らかくはなっています。でやっぱ軽いですね、本当にこの信号機グローブめっちゃいいですね。もうどん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 使っていってほしいので、ちょっと最近出る工場の回数が減っているので、そこなんかも今後ももっと使ってもらえるようにね、煽っていこうかなと思います。はい、続いてがこれですね、ミズノの、グローバルエリートのオールスターモデルの、グローブです。これもね、あんまり見ないな、そういえば使ってるとこ最近。これはまだ硬いです、まだ硬い、なんでまあどんどん型がついてないからまだ使っていないのかなって感じもするので、どん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 、型つけてってもらって、これもねすごいやっぱエナメルで、目立つグローブなので、ぜひぜひ、使っていってほしいなと思います。はい、そしてこれがクラクターマインドですね、エアメンマンさんから、いただいたグローブで、クラクターマインドめちゃくちゃ軽いです、本当に軽い。これはもう逆に先に買ったオールスターモデルよりかも
全然柔らかくなってますね。はい、なんでこれしかも、まあ、流行りのブロンド系クリーム系っていったような、カラーリング で裏がメッシュ、やっぱこれもね特徴のうちの一つのグローブだとなっています。もう本当に軽いのでいいグローブだなと思います。はい、そして最後がこちらスミレのグローブで、こちらもエアメンマンさんからいただいたグローブになります。こっちもねだいぶもう柔らかくなってきています。でこれはもう本当に深い、ここが狭くて奥にどんどんこういう感じですね、奥に広がっていくようなグローブで、まあ、めちゃくちゃ軽いですし、まあはい、であとスミレなんですけれども、特徴がここのね革の部分がルーリン柄みたいになっていたり、まああとはねメッシュだったり、ここのレインボーステッチだったりで、まあ、これも特徴だらけのグローブなので、結構関西方面で有名なのかな、っていうグローブで、気になった方はぜひちょっとご購入してみてください。はい、ということでまだ紹介しきりでねグローブもあるんですけども、翔平さんが今日持ってきてくれた、9個のグローブ、おさらい感覚で、紹介の方させていただきました。まあ僕が紹介した中だったらやっぱりこれかな、かっこいいなと思うのは、なるべく同じようなカラーリングでかなりエナメルだったりとか柄が入ってたりで目立つの でこういったグローブって落ち着いてるように見えて目立つグローブっていうのは僕なかなか好きなので、まあ、このグローブどん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 翔平さんにもっと使っていってもらいたいなと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いします。それではありがとうございました。11月のプレゼント企画、行きましょう。こちらね、玉沢のグローブ、こちらはい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか、いやもうそれだって伝統の玉沢さんだね。そう、伝統の玉沢さんなんで、でこれを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。でこちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい、ちょっと使ってもいいですかね、使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を、まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってればいい、そうですね、言い訳だけどね。そうロンティ120あの飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか、背面はね綺麗なんですよ、背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよね、磨きます磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで責任重大汚すだけ汚すってこちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、はい、内野手を、で11月がこちら、なので皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります、チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。